月刊ひまもりくん通信。時刻は5時20分を回りました。月刊ひまもりくん通信、今月も郡山消防本部広報担当吉田剛さんにお越しいただいております。吉田さん、こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夏服ですね。そうですね、はいはい、普段は災害現場に行く職員はこの上に活動服を着て、さらにその上に防火とかですね、あの救急服とかを着るんですけども、はい、普段はこの軽装で、はい、業務を当たってます、はい、で、はい、今熱中症かなり心配なんですけども、はい、消防職員も現場に行く場合はかなり熱中症対策ってかなりしっかりしてて、はい、防火の中に保冷剤を入れるポケットがあるんですよ。でそこに保冷剤を入れて、はい、少しでも体をこう冷却しながら、はい、活動に当たってその熱中症予防っていうのを、はい、消防隊員もやってますんで。なるほど、はい、そういった工夫も必要ってことですね、はいはい、暑くないのかなっては思ってましたが、はい、それでも暑いと思います。そうですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、さてそれでは今月は、はい、まずは職員採用案内からですね、はい、そうですね、はい、今月の、7月24から、はい、職員採用の、試験の申し込みが始まります、はい、で、まず試験日が9月24日日曜日で、申し込みは7月24日月曜日から8月25日ということで、今年もウェブサイト、はい、ホームページの方から申し込みをいただけます。はい。はい、で、それにタイミング合わせて、はい、女性向けの職業説明会っていうのも今年、これ本当に4年ぶりとか5年ぶりくらいなんですけど、はい、はい、実施します。これが7月23、はい、日曜日。で、職員採用試験は受験資格、その年齢何歳から何歳までっていう年齢の資格があるので、はい、詳細はウェブサイトの方をご確認いただきたいんですけども、はい、この女性向けの職業説明会はその受験の資格がない方でも、はい、ご参加いただけますので、なるほど、はい、これは高校1年生以上の女性とそのご家族、はい、はい、要はその消防の仕事って、はい、やっぱその現場活動のイメージが強いと思うんですけども、うん、実際は本当にこう幅広くて、はい、予防業務とか救急業務とか、うん、あとは私がやってるようなこういった広報業務とか、はい、組織の運営に関する業務とか、はい、本当にこう幅広いので、そういった各分野で活躍している女性、実際に活躍している女性に、そういったことをこう直にお話を聞けるという大変貴重な機会だと思うので、はい、ぜひこれもご参加いただきたいんですけど、はい、こちらもウェブサイトの方で申し込みすることができます、はいはい、で詳細な内容としては郡山消防の実際に働いている女性職員が公開の座談会をします。で、実際どういう業務をしているのかとか、はい、あとはその女性ならではの、そういった働きやすい環境を作るためにどういった取り組みしているかとかですね、うん、そういったこう、女性同士でいろんなこう意見交換をするっていうのをこう公開で、なのでそういった様子も見ていただきつつ、あとは実際の消防業務の説明、先ほど言ったようにどういった業務があって、それぞれこう実際どういう活動をしているかっていう紹介、あとは実際にその業務を一部ですけどこう体験いただくっていうこともできます、あとは消防本部庁舎消防署の見学なんかもできますので、これが7月23日の午前中いっぱい実施してますので、お早めに申し込みをいただいて、はい、高校1年生以上の女性だけじゃなくてそのご家族も、一緒に来ることができますので、はい、ぜひその消防実際に目指しているっていう方もそうなんですけども、具体的には目指しているとはいかないけども、はい、ちょっと興味があるなっていう方とか、いろんな方に来ていただいて消防の仕事っていうのを、女性であっても、はい、活躍できる仕事なんだよっていうのを言っていただきたいと思うので、はい、ぜひ申し込みいただきたいと思います。はい、これもウェブサイトでチェックということですね。はい、ですね、SNS でもチェックできますよね。はい、SNS でも実際に職員の生の声を動画にして配信したりとかですね、はい、してますので、そういったところもちょっとぜひチェックいただきたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、そして先ほど夏服ですねっていうところから、はい、隊員の皆さんも熱中症の予防をされていらっしゃる、ね、ということだったんですが、今年、今一応梅雨期間なんですけど、はい、そんなにこう長雨になったりとか、雨が続くっていう日が少なくて、今日みたいに結構こう晴れて、で湿度もかなりあるので、はい、常にこう熱中症に対する注意は必要なんですけども、でこれがいつ梅雨が明けるかわからないんですけど、はい、
本当に梅雨が明けるとさらにこうもう一段階熱中症に対する注意が必要なこうレベルになってくるので、はい、まあ、今のうちからまあどういったことに注意いただきたいかっていうのをちょっと頭にもう一度入れていただきたいんですけど、はい、で今年の、まあ、これまでの熱中症になった方のこう傾向、はい、これまでは大体その運動中とか、まあ、農作業中とか、うん、外で何かこう活動的にやってらっしゃる方、はい、やってらっしゃるタイミングで熱中症になってるケースが多いです、うん、なので、まあ、汗をたくさんかいて、はい、で、まあ、ちょっと水分補給が足りなかったりとか、うんうん、ちょっと無理しちゃって熱中症になってるってケースがこれまで多いです、はい、でここからはさらに気温と湿度が上がっていくので、はい、そういったこう運動とか農作業とか活動的なことをしていなくても熱中症になってしまうケースがこれから多くなっています。はい、例えばその家の中、ご自宅の家の中でいるだけなのに熱中症になってしまうってケースがこれからすごく多くなっていくので、やはり家の中であってもこまめな水分補給、あとはまあよくある救急事例としてはまあ熱中症の症状で救急要請されていくんですけども、まあ本当にこう蒸し風呂状態のすごいこう暑い部屋、うん、はい、でやはり特にご高齢の方ってこう暑さに対する感覚がちょっとこう鈍っている部分があるので、はい、暑さを感じないですね、うん、なので温度計とか湿度計を、まあ、しっかりチェックいただいて、はい、まあ、あとはですね、そのちょっとでも暑いなとか感じたらこう我慢せずにエアコン扇風機を使用していただいて、はい、温度と湿度を下げるっていうことをやっていただきたいと思います。はい、でまあご高齢の方ご自身で気づけない場合もあるので、はい、まあ、周りの、ご家族とか、はい、そういった方が、まあ、声かけをして、うん、ぜひともそういったまず環境を熱中症に なりにくい環境を整えるってことが重要だと思います。うん、はいはい、まあ、あとは外出する際ですね、はい、やはり直射日光っていうのはかなりこう、うん、熱中症リスク高まるので、はい、ぜひ帽子、日傘、はい、はい、まあ、特にこう長時間外にいる場合、うん、歩いてお出かけとか自転車でお出かけする場合、はい、まあ、あとは運動する場合っていうのは、うん、ぜひ帽子を使っていただいて、はい、直射日光を避けるということをしていただきたいと思います。はい、車の運転、はい、車の運転中も実は熱中症になる方もいらっしゃるんですよ。うん、で、まあ、車って大体エアコンつけますよね、はい、なんで室温はかなりこう快適になってるんですけど、はい、直射日光が強いんですよ。なので長時間車を運転する場合って、はい、直射日光によって熱中症になる方いらっしゃるので、うん、でエアコンって乾燥しますよね、はい、でこう喉も渇いてしまうので、はい、しっかりとこまめな水分補給と、うん、あとこう、まあ、サングラスとかかけたり、はい、あとはちょっと休憩するなりして運転中の、はい、まあ、熱中症予防も図っていただきたいと、うん、まあ、運転中にこう具合悪くなってしまうと、まあ、交通事故のリスクもありますし、そうですね、非常に危険なので、はい、うん、まあ車の中であってもそういったことも起こり得るということを、うん、はい、ぜひ注意いただきたいと思います。はい、ある程度運転したらちょっと休むとか、そうですね、はい、まあ、無理はしないっていうのが熱中症の予防で非常に大事なことなので、はい、でまあ、その無理をしないっていうところで、言うと、はい、まあ、子どもの熱中症の予防として、うん、まあ、小学生とか、まあ、中学生ぐらいのお子さんであれば、はい、まあ、自分でこの、まあ、うん、具合が悪いっていうのをこう自己主張できると思うんですけど、はい、まあ、未就学児とかもっと小さいお子さんっていうのは自分が体調が悪いってことを、まあ、言葉でこう表現できないので、はい、まあ、なおさら周りの大人の方がしっかりと見てあげて、うん、水分補給を促してあげたりとか、はい、休憩をしてさせてあげたりとか、うん、で気温って、まあ、今日最高気温何度とか、はい、気温出ますよね。で大体気温って大体こう地上から大体 1.2 メートルとか、はい、まあ、そのぐらいでこう取ってる気温なんですね。はい、で小さなお子さんだとそれよりも確実にこう地面に近いですね、気温が地面に近いので、はい、気温が高いので、はい、まあ、大人よりも、まあ、小さな子供の方がそういった高い温度の環境にさらされているっていうのは、うん、ぜひ大人の方は感じていただいて、はい、で、まあ、アスファルトだったらそっちアスファルトからの照り返しもありますし、うん、なのでやっぱり脱水にもなりやすいですし、うん、なので、まあ、そういった子供に対する配慮、うん、まあ、ベビーカーなんかもやはりこう地面に近いので、はい、アスファルトからの照り返しっていうのも非常に強いですし、うん、なのでそういったところも、まあ、配慮いただいて注意していただきたいと思います。うん、はい、自分に夢中になりすぎないということですね、そうですね、お子様連れの方は、はいはい、
で、まあ、たまにあるのが、はい、車の中に小さなお子さんを、まあ、短時間であってもこう置いてしまう、はい、でそれで熱中症になってしまうってケースが、まあ、全国的にこうたびたびあるんですけども、はい、まあ、これ去年あのちょっと動画を撮影するのに実験したんですけど、はい、まあ、これどのぐらいの時間で何度になるかってその環境にもよりますし気温にもよりますし車の大きさにもよると思うんですけど、はいはい、あの去年実験した時は、気温が34度ぐらいかな、はい、でまあ、かなり暑い日で、うん、車を10分間放置しました、はいはい、するともう室内はもう40数度にもう10分ですぐ上がりましたし、はい、ダッシュボードに近いところなんかはもう60度近い温度になってました、はい、なので本当に短時間でももうすぐに思った以上に気温って上がってしまうので、うん、あの非常に危険だということを認識していただいて、はいはい、まあ、あとは熱中症予防もそうなんですけど車の中にあのモバイルバッテリーとかスマートフォンとか置いてしまうとかなり高温にさらされて、はい、中のリチウムイオンバッテリーが、うん、まあ、劣化をしてそこから発熱して発煙して発火するっていう可能性もあるので、はい、まあ、そういったものは車の中に置かないっていうのも、うん、まあ、合わせてご注意いただきたいと思います、はいはい、危険ですからね。そうですね、はい、はい、まあ、あとは若者、はい、若者も体力あるんで、はい、まあ、救急搬送のデータ取るとやっぱ若い方は少ないんですけど、うん、ただその熱中症になってるかなってないかって見ると確実になってると思うんですよ、はい、なってるけど体力があるんで救急搬送に至らないだけで、はい、まあ、働き盛りの方ってもうやっぱり頑張りすぎて熱中症にはなってるので、うん、これもう年齢に関わる熱中症ってなるっていうのを認識していただいて、はいはい、まあ、働き盛りで体力ある方もしっかりと水分補給、うん、適度な休息、はい、で熱中症やっぱりその軽い段階で早く気づいて重症化させないっていうのが重要だと思うんですよ、はい、で一回熱中症になってしまうと本当にこうもう 2,3 日すごいだるさが残ってしまうんですね、うん、まあ、そうなると、まあ、お仕事にも影響しますし、はい、まあ、場合によってはそういった状態で車の運転をしてしまうっていうのも危険ですし、うん、なので、まあ、熱中症の初期の症状を知って、まあ、重症化させないっていうのもあの重要なポイントだと思います。はい、とにかくこまめに水分を補給するということが大事ということですね。はい、わかりました。はい、続いては、はい、ですね、7月から、はい、急増する救急事案として蜂刺され、蜂、はいはい、これ7月、8月、9月、10月が非常に多くて、うん、これも統計を取ったんですけど、はい、郡山消防管内で5年間で、はい、256人が蜂刺されて救急搬送されてます、はいはい、で年代別見ると60代と70代が多いんですけど、うん、ただすべての年代救急搬送されてます。なるほど。で、はい、どういったケースで刺されているかというと一番多いのは草むしりとか草刈りとか畑作業、はい、まあ、これが大体半分ぐらい、うん、はい、で、まあ、それ以外の、大体3分の1くらいが、まあ、屋外ですね、まあ、お出かけ中とか、はいはい、まあ、散歩中とか、はい、運動中とか、はい、で実は 10% くらいが家の中とか屋内でも刺されてるんですよ。でこれ洗濯物に紛れて入っちゃったりとかですね、はいはいはい、まあ、窓が開いてて入っちゃったりとかっていう、うん、そういうケースもあるので、はい、なのでそういったこう畑作業とか外にこう行ったりしない方も、うん、まあ、やっぱりそういった蜂に遭遇するってことは起こり得るの で、はい、でこれ一番はやっぱり蜂を刺激しないっていうことが重要です、はい、で蜂ってこう窓を開けてると明るい方にこう向かっていく習性があるらしいんですよ、はい、なので窓なんか分けたりして、はい、そちらにこう誘導する、うん、逃げていくのをこう待つと、はいはい、手で払ったり、うん、こう大きな声を出したりしないと、はい、いうことが重要だと思います、はい、で万が一刺されてしまった場合、うん、はい、刺されてしまった場合は傷口を、まあ、流水で水道でしっかりと流していただいて、はい、その後に一旦ちょっと安静にしていただいて、はい、症状が出ないかっていうのをちょっと安静にして確認していただきたいです、はい、で稀にアナフィラキシーショックっていう、はい、アレルギー症状が出てしまう方がいらっしゃいます、はい、でこれ喉の渇きとか冷や汗とか、うん、ジンマシンとかめまいとかいろんな症状があるんですけど、はい、まあ、そういった症状がもう少しでも出たら、まあ、その時点でもう119番をしていただきたいと思います、うん、はい、で以前そのアナフィラキシーショックを起こした方ってそのエピペンっていうその自分でこう太ももに注射をするお薬を処方されている方がいらっしゃるんですよ、うん、なので、はい、こういったものを持っている方は、はい、使用期限必ず確認していただいてこれは常に携帯する常に持ち歩くということをしていただきたいと思います、はい、でご自身が打てないときは
そのご家族とか、はい、あと学校なんかはその児童生徒さんの先生も場合によって打つこともできますので、うん、まあ、ぜひともそういった知識も持っていただきたいと思います、はいはい、そういうじゃ あの学校に行っているお子さんたちには、はい、そういう情報を親御さんから提出していただく必要があるということですね。そうですね、はい、わ、はいはい、かりました。さて、吉田さん、あっという間に残り1分になっちゃいました。はい、あと、まあ、最近その集中豪雨かなりあって、はい、で道路が冠水したりする場合があるんですけど、はい、ぜひご自宅とか周辺の側溝の落ち葉とかゴミを撤去するっていうのをやっていただきたいですね、はい、それを撤去していただくだけで水の流れがスムーズになって、まあ、道路冠水とか自宅のこう浸水っていうのを防げるケースが多いので、はい、ぜひともご自宅周辺のそういった側溝のお掃除っていうのをはい、常日頃からやっていただきたいと思います、うん、まあ、ご自分のお家の前の側溝とか大丈夫かなというふうに集中豪雨、はい、そうですよね、ゲリラ豪雨のように来た時が怖いということもありますからね、はい、お願いします。はい、わかりました。ということで時間いっぱいになりました、はい、吉田さん、今月もありがとうございました、はい、また来月もどうぞよろしくお願いいたします、はい